つな。全然遅刻せえへんな。俺の方がいつも遅刻やな、なんか俺。まあ、僕も今日は眠いと思って、昨日飲み会だったんで、夜12時超えまで飲んでたんで。じゃあ飲み会行っとった。ああ、昨日ちょっとお客さんに相撲部屋のちょっと祝賀会みたいなところにちょっと、急遽参加してくれってご依頼があって、昨日墓参り行ってたんですよ。東京の町田市にある墓参りを家族で行ってたんですけど、おじいちゃんの。で、その帰りに急に電話で呼び出してくださったんで、家族と一回家帰って、で、また、飲み会と言って奥さん怒れんかったらどこ行くのよって。そうそう、いや、言われたんですけど、写真撮って、これこんな会だよって、そのね、大部屋の相撲のね、力士さんと一緒に撮影とかもしながら送ったんで、はい。そうまあ、か。表には、その写真は公開できないので、お見せできませんけど、嫁には送って納得してもらいましたね。わあ、そんなこなんとをか飲み会。昨日やって、だから昨日結構なんか、墓参り結構あれですね、祖先の方に手合わせに行ったんですけど、結構人多かったですね、やっぱり昨日。ああ、お彼岸か。そあうです。ういちちもゃやっん、ぱりね、飲み会なんか好きなん？え？俺？飲み会、うん。いや、好きじゃないですけど、お客さんから呼び出してとか頼まれたんで、やっぱり、付き合いとかでやっぱり行った方がいいかなと思って。サボテン俺さ嫌いなんよな、な。ん。まあ、抹茶は嫌いですよね。抹茶飲み会嫌いじゃないですか。飲み会とかなんか集まってなんかすんの大嫌いやな。抹茶は俺、そう、俺はなんか、別に飲み会嫌いなわけじゃないから、まあ、ね、飲んでコミュニケーションでいろいろ情報を仕入れるタイプなんで、はい。僕はああ。飲みコミュニケーションで仕事。俺はもう家が一番ないですか。もうあんな大わ嫌いかやな。りますよ。いや、家好きなのわかりますよ。だからすごい、抹茶の行動パターン見てれば、家大好きなんだなーってのはすごもう、なあ、おじいちゃんみたいな、俺。い。自分でおじいちゃんっていうのもなんかあれだもとは思いう、ますけどああいうね。飲み会とか懇親会とか、俺もう大嫌いやからな、俺昔から。ああ、嫌いですよね、抹茶はね。気使うから嫌なんやんな。悪酔いするし。で、お墓参りもあれですな。まあ、1年に1回とかな。まあ、お盆とかお彼岸とか言ってやるけど、まあ、まっちゃんとこの場合は、うちの親父もおふくろも家におるからな。仏壇に骨あるからな。お墓の中入ってないからな、大体。そうなんですか。だから毎日墓参りない。毎日。そうなんですね。と、毎日お水と焼酎入れ替えて、で、たまにお花、奥さんがやってみたりとか。家にいらっしゃるんですね、骨。そう、だから俺も今、その2階建てのお家やねんけどな。まあ奥さんと俺とワンちゃんだけですわな。2階誰も使ってないんですよな。で、俺寝るのも1階のその仏壇があるところで最近もうしんどいから寝てるから、俺の頭のところの、頭の横に仏壇あるわけよ。骨と。お骨と。毎日墓参りみたい。っていうか、ね、一緒に寝てるみたいな。じゃあ、俺が仏壇で寝てた時にいらっしゃったんですね。そうそうそう、愛ちゃん寝とったところ、俺頭寝のたと上。ころに既にいたのね。あれ、骨置いてるわけ、あそこに。だから僕、俺、だからなんか全然気にしないんですよ。だから、ね、俺、本当にね、そういう、なんだろう、寝に自宅に行くじゃないですか。その時必ずなんか骨埋まってるとか、そういう仏壇あるところでよく寝てる気がしますけど、まあ、別になんか全然、もう守られてるんで問題ないんですけど、いろいろと。だから、まあ、お墓の中入れてない理由は？もう毎日おった方がええやろと、めんどくさいからと。置いてるわけ。ただ、半分だけ、上半身の骨だけは、うちの親父もおふくろも、上半身の骨だけは沖ノ島の海に巻いてきたけどな。散骨ってあかんから言ったらあかんけどな、これ。今やったらあかんねんな。まあ、よくないですね。下半身中から、胴体の部分はお家におるわけよ。まあ、そういうことですわ。面白いな、まっちゃんな。だから、俺もお墓の中入らんと思うぞ。俺はもう海に巻いてくれやかまっちゃんらしいな。ら。え？まっちゃんらしいな。せめて頭の方の骨だけは海に巻いてくれと。だろうね。まあ巻いてくれる人がおったんやけどな。いや、でも娘さんとかいるでしょ。愛ちゃんに頼んどこうか。俺、赤のために俺。まあいいですけど。いやー、意外とでも愛ちゃんより俺の方が長生きするかもわからんぞ。まあそやっれぱり。は、かもしれないですね。わかんないですね。いきなりポコンって死んだとどうしようね。愛ちゃんが80歳で死んで、俺が120歳まで生きてるとかな。ありえる。
それ今のは科学的な根拠だってありえそうですけどいね。やー、まあでも、逆に言うたら100歳超えたら辛いぞ、生きてんの。もう、早く連れてああ、できてもよと思う最ぞ、高のも年齢って確か女性で116ですよね、確かね。う。人生100年とか言われてもな、ね。もう早くお迎え来てくださいよと思うぞ、もう。ええ加減疲ジーれン、たぞ、と思う。ジーン、ジーンみたいな、そんな感じ一だね。世紀も生きとったらな、嫌なってくるの、もう飽きてそうくるね、な。確かにわかりますようになってきますよね。うん。はい、今日は9月、2024年9月の、22か、今日、20?23でございます。23か。今日は2024年9月、令和6年9月23の月曜日でございますと。23日月曜日朝7時。はい、今日も5分遅刻と。はい、それで まっちゃん遅刻多すぎません？僕より。いろいろやっとらあんねや、よろこっしちくおは願いしの。ます。すぐ反応ないからさ。あれ？言葉一回で合わせるのめんどくせえな。ちょっとやめたんですけど。はい、物好きの皆さん、今日もこんにちは。いやー、お願いいたしままあ、す。でもよう毎週頑張ってんな、俺もう2年過ぎたけど。すね。なんかもう僕、習慣考えましたよ、もう。大体俺こういうもんあんま続かんねんけどな、よう続いてると思うぞ、習慣ほんと。化してますね。すごいですね。いや、抹茶え?知識も楽しいんじゃないですか、アナコーダイって。毎回また同じ人やから、まあ、届けなしゃあないからな、これ、こんだでけ。も、毎回なんかでも、最近、反応が、僕の成長が見られますってみんな言われて、ありがとうございます。なんか、すいません、なんか、素敵なコメントで、愛ちゃん成長したねーってみんな言われて、ありがとうございます。すいません。もうなんかこうなってくると、やめるにやめられへんようになってきたから、どうしようかなと、いつやめようかなと思ってんねんけどな、いや、これ。もう、でも本当に皆様のおかげで、皆さんにね、もう愛ちゃん成長してるねーっていうふうに言われて、本当に、そっちですよ。感謝感激でございますよ、僕は。はい、じゃあ地球のニュースはいかがでしょうか。地球のニュース。なるほど。は地い。球のニュース、どうでしょうね。ああなあ、なんかレバノンも、もうなんか大変ですな、ポケベル爆発したり、トランシーバー爆ポ発しケたベり、ルなんすか？ポケベルサイなバーの？攻撃か、あれ。で、なんかその後、ポケベルなの？そう。すごい爆弾、あれね。レバノン南部もすごい爆弾打ち込まれてるけど、なんか聞いたことあるよな、まあ。ありますね。うん。まあ、行くとこまで行くんでしょうな、いつもの通りの話で。はい。まあね、いつものところにまで行くんでしょうね、多分ね。やっぱり、あと何やったっけ、ブリックスか。ブリックスの安全保障会議やっとったな。あれが、サンクトペテルブルクか。ロシア第二の都市か。第二の都市か。20、何カ国で来とったかな、あれ、ブリックスプラス。ブリックスに加かな盟しり。てない国、ひっくるめて、20カ国ぐらい来とったんじゃろうかな。あそこでね、ちょっとなんか大きなイベント、まあまあ、ブリックスの安全保障会議なんで、個別の話じゃないけども、やっぱ個別でね、インドと中国が、国境をいろいろごちゃごちゃやっとったよな、長いことずっとやってたけど、やっぱインドと中国がここでロシアの仲介で、握手したと。握手というか、もうやめますよと。もうあんなごたごたやめましょうと。いうふうな方向を言ったんで、やっぱね、やっぱ大きいよな、インドと中国がな、揉め事、国境辺の辺の揉め事をちょっともうここで一旦棚上げしましょうみたいな。王毅外相やったっけな。はい、よろしいですよみたいな。まあ、インドってやっぱしたたかでな、まあ、ブリックスの安全保障会議で中国とは握手したと。ね。せやけども、あれな、南シナ海の、何やったっけ、クワッドか。オーストラリア、インド、オースト、え?どこやったっけ?あれやろ。オーストラリア、インド、日本、もう一個、どこやったっけ?なんせ、南シナ海の、安全保障、中国、一応仮想敵国としてる中国、の安全保障っていうのにも参加してみたりとか。まあ、あれ、すごいな、したたかさ、インドって本当。ね、だか本ら当。そんな、ああ、あれ大したもんなんですよ。まあ、真ん中におるっていう感じは、どっちにも寄らんというか、どっちにも顔を出すというか。で、でも元はやっぱ経済成長ですからな、インドも。一番、なんていうかな、軸になってるのは経済成長させなかった。製造ですわな。だから、アップルの iPhone とか、なんじゃらかんじゃら。あれ、中国の生産協定があるのにインドにも持ってこようかとか。まあ、ここ20年ぐらい前から IT 投資盛んでしょ?インドって。ねえ、インドすごいらしいっすよね、20年前ぐらいからな。本当に。欧州のとかアメリカの主要、なんていうかな、ガファみたいなやつ。
IT 系の企業のその、オフィスみたいなんな。ハブっていうかな。あれ、やっぱりインドに置いとくかな、昔からな、20年ぐらい前。すごいですよね、本当にね。文化的なもんは欧州に近いっていうのがあるけどな、インドの場合は。それがあるのと、あと英語ができるっていうことでしょうね、やっぱ。だから、やっぱそういう意味で、ハブになりやすいかな、シンガポールなんかと一緒で。そういうブランチっていうかな、視点が来やすいところですかな。インドってしたたかですよ。で、10月、もうすぐやな、来月ですね。あれ、今度はブリックス首脳会議があるわけやから。ブリックスプラスですから、9カ国か、今度は。首脳会議で、これは安全保障じゃなしに、経済、金融の話ですからな、あれ、ブリックス、首脳会議っていうのは。このイベントですよ。で、まあ、おそらくまだ隠しながらやってるんで、表にはしっかりアナウンスはせえへんと思うんですよ、タス通信は。まだ時間、俺が言ってるように1年かかると思うんですよ。ブリックス、どういうかなるものかな。ただ、徐々に漏れ出てきてるのは、前から言ってるように M ブリッジなるもの。要は、ブロックチェーン活用した、貿易通貨というか、各国の銀行間ですな。銀行間の決済システムを構築しだしたと、動かしてるんですわな。まだ実験段階ですよ。1年ぐらいで出来上がると思うんですよ。M ブリッジ、あのシステムな。で、今度は G7 の方は G7 の方で、なんかまたビス筆頭に、民間銀行、日本の銀行も三菱 UFJ とか入ってるけど、あの辺に40か50の銀行集めて、なんかいろいろ実証実験始めようかと。あれ、なんじゃやっちゃった？言うたらな、名前しょっちゅう変わんのよな。2、3回変わってるんですよ。なんとかってやつ、またやりだしてんねんけど、だから、その銀行間の決済通貨っていうのも完全に分断されてる形、1年後には。G7 なるものと BRICS プラスと。西と東に分断された形の。いうような感じになるんじゃから。まあだから、共通通貨の CBDC っていうわけではないけど、国際決済間、だから前、スイフトみたいなもんですわな、西側の。あれのそのブロックチェーン活用したやつが動き出してくるんですよ。で、完全に分断されているって形ですわな。だから、意外と10月はちょっと見どころあるぞ。で、大統領選挙ももうすぐやしな。もう間近そうに。ですね。ああ、11月だもんね、本当にあっね。という間やからね。だからこの10月、11月っていうのはすごい動くからな、10、なん11、か、多分、12。もっと、波乱になってくるでしょ。動きもね、もうす波乱になっごい、てくもう目まぐるしすぎて何が何かようわからんね。るんで。だから、その結果によっても、日本の動き方も若干変わるんだろうし、まあ、根元は変わんないと思いますけど、やってることは結局ね、どの年になっても変わんないですし、別に、政党が、まあ、小泉になろうが誰になろうが、そこまで大きな変化はないと思いますし、逆にダメなんじゃないかって今日の話じゃないですけど、テーマになりますけど。だから、まあ、いつも言ってる話で、これ、覇権通貨のドルの話ですから、結局は軸になってるのは毎回のごとく。これの覇権争いですから、だから CBDC、要は CBDC を乗っ取られるんか、あるいはそのローカル的な、そのゴールド、シルバーを担保とした、それぞれの国がまた、なんていうかな、ローカル通貨としてやっていくんかとか、その二枚看板というか、その辺のごっちゃごちゃになってる争い。まあ、アメリカの中で35兆ドルのこの借金ですわな、5000兆円の。これをどうするかっていうやつですわ、最後。そうですね。本当にそこトは、ランプが出てこようが、誰が出てこようが、これはもう消えんからな。この借金は。ただ借金で何中央銀行なんみたいな。なんで中央銀行が借りんのよっていう話になると思うんですけどね、あれ。中央銀行ぶっ潰せって話になるやろけど。まあ、だからこれ、まあ、元から返す気ないと思うんですよ、こんだけ膨らましてるわけやからな。まあ、だからこれ、最後、国債なんかもどう終わりにするか、終わらさなあかんわけですからな、これ、処理せなあかんから、最後、いつまでも続けられんからな、どっかで終わらさなあかんから、まあ、それは近いうちなんやけど、それはだから、ブリックスのさっき言ったシステムが動き出したところへんやと思うんですよ、これ、まだあの準備が整ってないから。ということは、やっぱり1年ぐらいということになると思うんですよ。ということは、今2024の9月、10月でしょ？で、2025年の10月、11月、だから2026年の前半、この辺でちゃぶ台ひっくり返そうと思うんですよ。もうやめやと。もうつきましては、もうご破産やと。そうか、
まあ、昔過去の歴史からそうやねんけど、この借金、ローマ帝国もそうやねんけど、この膨大に積み上がった借金をチャラにするのは疫病と戦争なんですわな。疫病、戦争、インフレ。これ3点セットなんですよ。で、これ3点セットで通貨を紙くずにしてまうと。チャラにするっていうのが今までやってんけど、今回これ戦争がないわけなんですよ。第3次世界大戦がないわけなんですよ。ということは、踏み倒し、インフレ、まあインフレやってるわな、だからこれ。インフレと疫病やったな。疫病インフレ。ほいで、まあインフレですわな。まあ、まだまださらにインフレを加速させるしか方法がないんやと。まあ、それでもちょっとこれどうにかならんなって言ったら、もう国債買い込んでもらってる日本とか、中国も買ってる。一番買ってるのは日本でしょ？アメリカ国債。で、二番目中国でしょ？これもうご破産やと。コアさん、勘弁してくれと。いうあふうに持っていこうと思うと、ドル安でしょうな、やっぱ。ドル安にしたらいいわけでしょ？結局。ドル紙くずに持っていったらいいわけですから。そういう究極形の方がで、そうでしょうね。極端なドル安持っていったらいいわけです。50円とか40円とか。ほんならもうチャラになるわけですよ、この借金。そういう方向やで、方向でいくと思うんですよ。はそうですね。い。だからリセット準備完了みたいな感じ。ねえ、そうだね。で、ここへ来て、昨日、おとついかな、イエレン、財務長官、あのばあさんな、あのばあさん、80なんねんな、俺知らなかった。78かなんからしいな、あれ。で、イエレンが、いや、アメリカは、もう利上げしたでしょ？ FRB 0.5、あ、ごめん、利下げ、0.5利下げしたでしょ？で、これで、インフレ収まったんやと。まあ、アメリカ、インフレ収まったと。ね、経済はソフトランディングやと。言い出してるんですよ、あのおばあさん。怪しすぎへんか、これ。これ、満載に怪しいぞ、これ。本当ですよリーマンショックの前も同じこと言ってたかな、あのおばあさん。ほんで、いきなりズドーンって言ったからな。まあ、だから、ああいう財務長官とか、ああいうことが言い、ああいうやつらが言い出すと、ちょっと怪しさ満載。何がソフトランディングやと。何がインフレ収まってない。これ、利下げするっていうことは、ますますインフレ加速するからな、また。だから、なんちゅうことないかな、その経済が好調で雇用統計も良かったら、利下げなんかする必要ないんですよ、そもそも引き締めなあかんわけですから、経済がいいんやから、過熱してんねんから。そうでしょ、悪いから利下げしてるわけでしょ、経済が。なんか逆のこと言うてんのよな。怪しいなと思って見てんねんけどな。はい。今日のテーマいきましょう。ねって俺が思ったよ。ねって。今日のテーマは、地に足をつけってことですよ。で、自分で雨を降らせて、地を固めるというですね。そういう。ちゃぶ台ひっくり返せっていう話やな。 はい、愛ちゃんからどうぞ。僕もいろいろ調べまして、勉強しまして、どういうことなのかなって自分に問いかけたところですね。最終的にはですね、ビジネスとか自己成長においてですね、その考え方は本当に非常に重要なところに入ってるなと思っていて、例えば具体的にどういう例かっていうと、リスクを取って新しい挑戦を取り組むことだったりとか、あとは逆行に立ち向かうながら自分のスキルや信頼を構築していくことが一番の主なメインな話なのかなというふうに思っていて、結局のところ、困難とかチャレンジを恐れずに、やっていく。それで、その困難、とかを乗り越えた先に、要は、地面が固まっていって、より、頑固な基盤になるというですね、そういうことの意味なのかなというふうに僕は取っておりますので、いわゆる自己成長のためにですね、必至なんですが、例えば今の政治家だったりとか、そういうところではですね、なかなかその辺のリスクを取らない人があまりにも多すぎてですね、地が固まってないので、政策も何もかも混乱して、何も魅力も感じないなっていうふうな感じが増えていくなっていうふうに感じているんですけど、まっちゃん的にはと思われ何ます。やねん、それ。全部俺に言ってこんなよ。要は現状維持好き、現状維持じゃダメよって話よな、多分な、これ。もう、何から何まで現状維持大好きみたいな人多いねんけどな。まあね、だから現状維持というか、甘い指導を一回吸ったら、もうそれをずっと吸いたいっていう思う人が多いんでしょうね。っていうのがあるのと、あとは、なかなか自分の先に行かないというか、その甘い指導を吸ったとしても、
本当にできる人たちはより上に行こうとするんだけど、結局、そのところのフィールドの方が自分が要は、崇められて楽だから、上に行こうとしないっていうか、自由に自分の表現をしないと多いのかなと思いますよね。もういつもの毎回の動画と一緒でな、諸行無常なんですわ。諸行無常なんですよ。変わらぬものなど何もないのよ。常に変わってますから、人間はね。いや、何事もですよ。すべてですよ。すべて、宇宙すべてですよ。変わらんものだの何もないんですよ。すべて毎日何かしら変わってますからね。なのに、現状維持やと。ね？何なんでしょうね。本当に面白い話ですよね。現状維持するのが大好きな人たちが多いんでしょうね。でね、まあ今日のこのテーマは、抹茶が持っまあてきますよ実際ね。雨が降らん、嵐が今度じーって固まらんのよ。現実的に。その経験してる人多いと思うんです。要はね、幸福は不幸の顔をしてやってくるみたいな話と同じでね。必ずその次なるステップっていうかな。道が開けるっていうかな。爽やかに道が広がる前。要は、春が来る前ですな。まあ、必ず嵐が来るんですよ。必ずですわ。これセットなんだよな、セット。で、怒涛の嵐が来た後、これを耐えしのぐというか、そこでまた一皮むけると。ね。で、その嵐が思いもよらないぐらい大きければ大きいほど、やっぱりそこで人間また、なんていうかな、諸行無常とか、いろんなものを悟ると。そういう話になってくるのかな。だから、成長というか、まあ、そのステップというか、次へ行くためには必ずセットなんですよ。凪と嵐は。ベタ凪と嵐ってセットになってんのよ、これ。で、ベタ凪の前には必ず嵐があるんですよな。ここの原理を分かってんといきませんよっていう話になってくるな。そうですね。そういうことでしょ。だから、これ、先ほど言ったように、幸福は不幸の顔をしてやってくるのと同じなんです。だからね、この原理を、例えば、南と北、東と西、あと上下、これ全部セットですかな、プラスマイナスも。結局、だから一つの自分、だから例えば自分中心に置くのであれば別に上だろうが下だろうが全部、いっぱい、お互い引っ張られる関係性ですもんね。結局のところ。いや、セットじゃなかったら成り立たないって話なんですよ。ああ、そっか、そう例えだよばな。な、俺がおらんかったらあなたも成り立たんのよ。それはそうだよね。それはもうちょっと、あなたがいなかったら俺も成り立たんのよ。これはもう全部の話なんですよ。陰陽も一緒なんですよ。だから、その原理が全部当てはまるんです。ええかな。でね、この雨、大嵐っていうか大雨であればあるほど、大雨であればあるほど土の塊方は強固になっていくんですよ。軽い雨やったらまだズブズブやけど、大雨の後っていうのは必ずカチカチになるんですよね。エースですからね。な、そういう原理になってるんですよな。原理原則ですそういうよ経ね。験してる人いっぱいあると思うんですよ。でね、今回の電話で俺話してるのかな。自らそれをやると。わかる？だから、あえてそっちに挑戦をするってことでしょ？自ら嵐を引き起こすと。それって、僕の中で思ったのは、自ら挑戦しろってだけの話でしょ？違うよ。自らぶっ潰すんですよ。壊すってこと？そう。でそうも、いまっちゃんう。の今の立場も壊すってこと？いや、潰したろうと思ってんけど、潰れんから困ってないから、強固すぎて。てる人が多いからね、まっちゃんの場合はとね。いうな、という感覚を持ってたら、でもね、その感だいぶ覚ぶっで飛言っんたでるのら、わよ、かるよ。わかりますよ。だって、ずっと映像の業界でやってなくて、そこ行ってやめて、潰して、要は AI の方行ってますもん。やっぱそれはありますよ。結局、まだ残ってるんですよ。映像という部分は残ってて、そっちでやってますけど、でも、そっち一本でやるんじゃなくて、AI っていうものを新しく一回壊して休ましても、こっちをコミットしたら、やっぱり地固まりましたからね。そういうことですよね。まあ何でもそうですよ。人間関係もそうなんですよ。全てそうなんですよ。なんでかっていうとな、古くなるんですよ。組織も何もかも。この当たり前やけど。政治なんてまさの世界ですわ。もう古いんですよ、古いね。古いもんってぶっ潰さなしゃないですよ、一回。小手先でなんぼいじくったってな、会社経営してる社長さんだったらみんな分かってると思うんですよ。小手先でなんぼいじくったって無理なんですよ、もう。要根元がは、腐ってれば空ね。気よどんでしまうとな。
まあ、結構そう反だね。対なん根だよ。元がね、要は、根っこが汚れてたら、根っこから生えてくるものも汚れてますからな。それはそうだうん。一回ぶっ壊さんとどうしようもないんですよ。これスクラップ&ビルドって言って。その方が早いし早いんですよ。で、そういう感覚を持ってると、この先楽よ、みたいな。壊すっていうのは、壊すタイミングがみんなわかんないと思うんですよ。要は、まっちゃんが予知。いや、それね、例えばな、さっき言ったように突然来る嵐ってあれやろ？突然来る大雨な。要は外圧ですわな。いろんなこと、例えば、いろんな、なんか、役人が絡んできて、なんか問題あって、ああだこうだみたいなやつとかな。トラブルみたいなやつあるやんか。これは外から来るんで、ね。これも準備のしようがないんやけどな。だけど、さっき言ったように心の準備がしてればなんてことないと。ええから。で、こんな自らぶっ壊す場合、タイミング見計らってると、できないんですよ。なんでかって言ったら、自分はぶっ壊れ、自分、その形はぶっ壊すけど、自分はぶっ壊れたくないと思ってるんですよ。わかる？テレビ。だからタイミング見てるでしょ？自分は嵐の外に降りたいけど、嵐を巻き起こしたいみたいな。違うんですよ。自らぶっ壊れていくんですよ。っていうことはタイミングないわけよ。毎日行ったるぞ、みたいはい、じゃあ、まっちゃんもぶっ壊ればいいじゃないですか。はな。え？い、まっちゃんもぶっ壊ればいいいや、じゃ頑張ってんのよ、ぶっ壊したろと思ってんけど、壊れんのよな、今。頑張ってない、頑張ってないの見えます。だって全然な変わんないじゃないですか。現状維持じゃないいやいですや、本当、あのね、今言ったのは、そういう心構えですわ。言ったら、もういつでもやめんぞ、こんなもん、みたいな。現状に満足するなってことでしょ。そういうことですわな。だから、ね、そういうことでしょ。だから、常うん。に上を見なさいっていうのは、現状上っにて、甘い。上じゃない、上じゃない、上じゃああ、な見てくない。て、新しくなるのが嬉しいみたいな感じ。うん。なんていうかな、現状に甘んずるなってことですよね。卵の皮をこう剥いていきたいみたいな感じ。例えば確かに、だから常に崩壊してもいいような状態になってるからこそ、だからこそ、要は新しく受け入れることの自分になれるってことだよね。だからその心持ちはこの先は相当大事だぞ。そう本ね。当。それは、それ、うん。うん。だって時間、だって時代の変革が早いわけだこから。れだけ大転換のやこれだけ大きな人が来るから本当な、今度、に本父当。の時代から風の時代になって関わる人間も変わるし、あと関わる考え方も変わるし、だからこそだよね。だからこそよりよく強固になって昔のやり方は通用しないから、新しい自分のメッセージ性が強くなってくるものに戻ってくるって感じだよね。うん。そう、現状維持の上に何か積み重ねようと思うと、プラスプラスプラスってなっていくんですよ。ほんそうなら、ね。エネだルギーから現満状杯にになってく甘んるじね。るのはその通りで、やっぱり成功者の人たちはみんな常に、変化を受け入れてますよ。自分の。だから、プラス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 ばっかりやっていくと、もう満タンになって、もう前行けんようになるんだよな、重すぎて。うん、やっぱこれからの時代、軽さが大事やからな。本当そうん。れは軽思さいの、ま軽、軽さがものすごい大事やからな。っていうことは、マイナスしていかんとあかんのよ。やっぱり。で、その、まあ、物質的なもんもそうやけど、頭の中にこびりついてるやつな。あと、心の中こびりついてるやつ。これ、マイナスマイナスしていったら軽くなっていくんでね。軽くないと前進めんのよな。この大きな大転換やからな。うん。もう根本的に価値観変わってまうからな。180度。面白いぞ、これ。本面当。白いね。うん。そのためには、まあ、いつでもぶっ壊れてもいいよね、みたいな。私もぶっ壊れてもいいよね、みたいな。多分、ぶっ壊れることに抵抗がない人は、やっぱり僕の中から見ると、自分が素直な人だと思います、やっぱいり。つも、まだ毎回同じ話やの、これ。そう。でも、ああ、また一緒や。また一緒なんですけど、やっぱり面白い話なんですけど、結局素直なんですよ。うん、そういうことなんでな。あれやろ、わかりやすいな。抵抗してないってことやろ。抵抗せんのよ。俺昨日もね、映画監督と飲んでたわけですよ。夜遅くまで。で、最近の AI 事情とか AI の使い方について議論してたんですけど、その人にも僕言われたんですよ。アイスちゃん、もうダメダメで全然ダメダメなんだけど、わからないことわかりますって素直に聞くのがいいよな、って言って。あ、そうですかと。あ、いや、それが一番いいよと。だって、みんなだって、意地張ってわかったつもりでいるんだもん。で、お前はあれだよな、と素直すぎるからわかんないものはわかんないって言うよな、と言って。言いますね、って言ったら。だからいいんだよって言われて。あ、ありがとうございます。って言われましたよ。あ、それで、それで。それで、なんかいろいろ情報を教えてくるんですよ。
ここはこうやった方がいいとか、映像の作りはこうやった方がいいとか、っていうふうに、まあ、このまっちゃんとの関係性みたいなもんですよ。だから、なんか俺の周りには、俺全然わかんないダメダメの人間なんですけど、なんかすんげえエリートの人たちが集まってくるっていう、よくわかんない構図なんですよ、最近。はい。で、何やったっけ、話。だから、話は、足に、要は、雨降って自分で自ら雨を降らして、要は、まあ、足に地を固めろというような、そうそう、いう。だから、どうせ嵐来んねやったら、自分でさっき嵐起こした方が話早いぞ。うん、多分、それは面白いです。だから、自分で、自分で嵐をね、起こすっていうのもね、誤って嵐を起こす方もいらっしゃるじゃないですか、正直。うん。だからね、そのね、嵐の、起こすことの内容をね、間違える方もいらっしゃるじゃないですか。まあな。だから、そこが、なんか僕も最近すごく注意しないといけないなと思って、正しいって言い方もまた偽善があるんでしょうけど、ただ、ちゃんとなんだろう、周りに迷惑かけない嵐の起こし方ってのは重要かなってのはすごく思いますよ。どうでしょうか、まっちゃん。はまあ、迷惑かけるかけないというよりは、い。まあ、大雨降らせるときは、一回迷惑かけるんですよ。で、なるほど。その大雨が終わった後、はい。また救い出すみたいな。ああ、自はい。作自演みたいな感じ？まあ、だから、結局なんか自自分の作決断自演。自分で持ってっていうことでしょ？え？自分の決断だけ自分で吹けってみたいなもんですよ。一回溺れさせといて救出するみたいなやつ。それなんか宗教のやり方じゃないですか、もう。完全に宗教ビジネスってそれですよ。だって、一度、要は宗教モデルを作るときに、俺なんか、落とされて、で、相手に懺悔させて、なんああ、かじゃあもう一回今吸い見て上げてるあげるなんと、て、宗教モデルじゃん。見てる人、お前、ジョージ・ソロスかって言うてこう、自作自演するないみたいな。やー、こそれはの冗人談や良ろ？くないやり方をやらせてるねって。まあ、でも、最近すごい僕思ったの、面白い本読み始めて、まあ、宗教モデルを作るっていう本を読んでるんだけど、まんまそれで書かれてましたよ、そのこと。うん、そういうことですよ。結局のところは、要は、まあ、まずは、こう、わーってやって、一回壊して、ほんで、壊して自分がもう一回立ち直して、で、まだ溺れてる、あ、俺立ち直ったんで救い上げてあげるよって言うと、本当のファンになるって。まんま宗教モデルじゃん、ちょっと言ってて思ってさ。突き落としてる悪魔と救い出してる神は同じみたいな。同じでしょ？最悪だよ、一応。二役やってますみたいな。でもそれじゃ、分からずにはそう見えるんだけど、ほとんどの人は分かんないからね。今、エリートがやってることってそれですからな、これ。それはね、だから、そう、本当にね、エリートってね、放った、あ、言まあったやろ、疫病撒いといて注射打たすみたいまあ。そう、もう。な。で、そのいやー、注射が救いまあ。やったやけど、またさらに悪みたいな。なあ、もう本当自作自演好きなんよな。ああいう人ら。今日は参考がてらにな。もう、とにかく、この善悪みたいなやつを2つ作るんですよ。昔から。西、東、北、南。必ず2個作るんですよ。ほんと。ほんで自作自演やんのや、あれ。よう考えてんなと思うな。原理をよう分かってるんですよ、だからな、あれ。ほんとな。本当になぁと思いつつ、まあ、でもね、面白い、そういうモデル体験を見てて、面白いなぁって常に思ってますけど、ね。だから、まあ、ほん楽と。しいですけどね。でもなんか、本当に、そういうのを見てて、分かってくると楽しい。あ、こんなもんなんだな、って。もんなんだなというよりな、構造として世の中はそうじゃないと成り立たないようになってるんですよ。なってるよね。だから、本当に全員が分かって、これを分かってしまったらダメな気がするし。そういう仕組みになってるんです。だから赤チーム、白チームみたいなやつもあるやろ。そうね。だから、あれも赤がなかったら白成り立たないんですよ。そう白なんがなだかっよたら赤も成りね。立たない。いかにそっちの赤の方に行くのか白に行くのかっていうのは、学歴とかそういう問題じゃなくて、自分がどれだけ気づくかとかの話だからね。その間をこう、まあ、俗っぽい話で言うと、インドのモディさんみたいに、その間でこう、うまいこと、こう、泳いでいくみたいな。どっちにもよらないと。それが一番いいんですよ。中央でこうやつ。賢い人はそうなるんですよ、バカバカしいから。
ああ、どうせか、その中央がさ、またさ、僕のイメージ的に狭いんですよ。本当にこのね、ドロードで言う、よくさ、左と右にその、切り替える時あるじゃないですか。その、線に書かれてるじゃん。あの線ぐらいの、だからあの、間だなと思って、本当短いと思う。だから、本当にそこにたどり着くまで苦労してる人は多いんだろうなってのはイメージというありますけだどからね。右翼左翼みたいなのもそういう話でしょ。うん。うんうんうん。で、これからちょっとやっぱり人間的なもんな、これまあ見てる人はもう重々毎回の話やってれば理解してると思うけどな、右脳左脳みたいなやつがあるもんさな。で、まあ、簡単な話でいくと、左脳みたいなやつはどっちかというと、へ理屈の世界だな、理論の世界だ、理論。僕は佐野ですな。で、右脳っていうのはもう直感の世界さな、まあ意味合い的には縄文っぽいやつですわ。で、多分ね、やっぱり近代、この200年ぐらいは特に、この左脳が使いすぎ、そうへ理ね。屈、へ理屈で。法律もそうですわな、あれ全部。いろんなものが全部そうですわな、数式も。ね。だから、まあ哲学もそうなんですよ。あれ哲学っていうのはどちらかというと左脳ですからね。で、右脳の世界っていうのはじゃあ哲学の反対って何ですかって言ったら、右脳的なもんって言ったら、詩ですよ、詩人みたいなやつ。歌とかね。歌というより詩。ああいう直感的なもの、こっちにちょっとシフトせなあかんぞっていう話になってると思うんですよ。そうですね。だからバランス悪かったんですよ、今まで。左脳9割、10割の人もおるんちゃうか、役人なんか。そうですね。左脳10割で生きてますみたいな。理屈の世界ですな。だから、ここからちょっと右寄り、右脳シフト、まあ、半分半分ですな。っていうか、右脳7割くらいでいいかなと思ってるんですよ。左脳ゼロでは生活できないんで、やっぱり。変な人でしょ？左脳ゼロ言ったら。ワンちゃんみたいになってまえろ？犬ほとんど右脳やからな、あれ。そやろ？そこまでいかんけど、3割左脳？そうね。でも、なんでまっちゃんさ、今回さ、そのテーマにしようと思ったんですか？要は、何があって、そのテーマを今回選んだんですか？要は、気になるわ。いや、だから、要は、新しくなろうと思うと、雨降って地固まるっていうわけやからな。嵐が来て地固まるわけですから。要は、もう、そうならないんですよ。一回ぶっ壊さんと。まあ、そのぶっ壊すっていう言葉がすごく強烈だけど、まあ、ぶっ壊すって言っても、その、なんだろうな、まあそうね、その要は、個ー、人的に言うと、自分の持ってる古いもんですよ。古い価値観ですよ。だから普通古い価値観を潰せってことだよね、そうだよね。あと、もっと具体的な形で、この人間関係みたいなやつとかも、そうでしょうね。古い人間関係。古いっていうのがどこまで古いかにもよるってなんか言わこれれはそう自で分す。の直感ですよ。これはいかんってわかるはずですよ。だから、それがどこまでが古いかっていうのが、左脳です。まあ、確かに、その、人間関係を人表では間潰さ関な係くなんてていうか、も、左脳、要左脳。は、その人から距離を離すとそか、れは左脳で判断すると多分とんでもないことになると思うと。間違っていくと思うと。直感の世界ですから、あれ。理屈じゃないからな、そんなもん。何かこいつはこいつ、ここは、こういうところはこの人5、こういうところは4、こういうところは1ね、こういうところは3ねとかって。想定評価4ですから付き合いましょうとかっていう、それが左脳やろ。右脳っていうのは直感の世界ですから。それだけの話、言葉ない世界ですよ。関係ないですよ、そんなもの。それは分かるはずですよ、誰だって。これ、このままじゃいかん。ただ、その全く縁が切れるっていうわけじゃなくな。ええかな。スクラップ&ビルドっていうぐらいなんで、例えば会社って分かりやすいのかな。さっき言ったように、まあ、悪魔とか正義の話違うと俺言ってんのな。じゃなくて、例えば会社やってる、それは自分が。社長さんやとするやろ。で、その会社の、組織の、なんていうかな。その文化とか、いろんな考え方というかな、いろんな、なんていうか、もう古くなってきたという心の中がな、これぶっ壊すっていうのは親心ですから、さっき言ったように一回溺れさすんやと。一回溺れさせてまた救い上げると。これスクラップ&ビルドっていうんですよ。それで溺れた時にあわわわわわって溺れてしまった人はもうどうにもならんと。救えそうな人は救い出すと。こういう作業も必要なんですよ、本当。これでみんな分かったと思う。面白い。ちゃんと何言ってんのと思っとったやる。ここで分かったと思うさ。なんか、最終的には人を助けることになるわね。そういう作業も必要なんですよ。確かにね。だから、結局はな、
悪役と、悪役と神様役、二役せなあかんだよ。だから過去の栄光にまた溺れるなってことだよね。でもみんな過去の栄光とかすごい人たちって、あなたこうだして、まあ、過去の栄光を捨ててますからね。要うん、ないは、よ。ないよね。常に新しいじゃないですか。だから2、3ヶ月の栄光とかじゃなくて、2、3、まあ、本当に1ヶ月とか2ヶ月前の実績を見るよね。本当にすごい人たちは。自分も、もう、自分ちょっと自身。なんか今この辺からなんかピューって光降りてくんねんけどな、何やろな、これ。ここの頭のとこにピューってなんか上から降りてくんねんけど、何だよ、ああ、それ、単純に光の反射っすよ。これ。あ、神そ様になってきてるやつか。う。おかわいい。おーめん、おーめん、私いや、は神です、みたいな。なんか、ピカって引っ張るから、何なんかな、これ、と思って。光。だって、まっちゃんの病棟の光はこれだからさ。光え？だよ。光、光、光、あ、光。そう。まあ、それやったらいいけど。光、ねえ、何やったっけ？光、光。はい。何やってて。何やっ今てっまでわて。かったか？わかりました、わかりました。だから、スクラップ&ビルドっていう作業が必要なんです。で始まも、りとその後。まっちゃんがさ、だから何度も聞いて申し訳ないけど、このテーマって、なんかあったらこのテーマにしたんでしょう。いや、これからの大事な話ですよ。ああ、そういうことね。降ってきたのね。とても大事な話。そうでもない。なぜかよか？必ずみんなここ通らなあかんからよ。例外なくこれから。でも、まあ、常に通ってる人も多いですからね、みんなね。もう通り過ぎた人多いな。ダメでしょ？ただ、やっぱり、要は、俺も通り過ぎたんよ。俺ももう通り過ぎてしもたんな。まあ、最近暇ない、面白くないな。もう一回潰したろうかと思ってねえけどな。頑張ってください。そこは僕、否定しないですけど。まあでも、現状、だから常にやっぱり変化求めないとダメだと思いますよ。そういうことないよまあ、な。常に、要は、だってこの番組もそうじゃないですか。常に、僕がああだこうだ言ってみんなから成長してるって言われてるから楽しくてあって、そうじゃなければ、衰退しますよ。だから、話の内容を明らかに2年前とはレベルが上がってるじゃないですか。波動。ですね。それはなぜかっていうと、会話する人たちの、でも、まっちゃんは変わってないけど、僕が変わったからレベルがアップしてるわけじゃないですか。っていうのは、確実に言えるか、そういうことだと思うんですよ。だから、現状に甘んじるなって。いうのは、要は、仕事においても、チームメンバーのレベルが上がれば、最終的に上がる人は現状甘んじるして、相手のレベルを上げさせるところも、一回壊してやる人も大事だし、逆にメンバーをそう入れ替えすることも大事だよねっていうのは、そういうことですよね。そういう話ですわな、そういうだこからとだね。よね。だからそういう意味だと理解はすごいしたから、結局そこは、現状の、要は長い付き合いで依存でやるんじゃなくて、一度もう一回振り返って、そう入れ替えると、よくあるじゃないですか、でも、本当にできる人たちって。本当やにるそでしういう。ょ？自ら知ってるやろ、結構。やってる。だからやってない。これをやらないと、おそらく、次の段階に行かないんですよ。いかないね。でも、それがやったことによって、本物の人が残るんで、そういうことなのよ。で、本物の人が残った人が、本当にすごい人なんで、その人たちだけでやっていくのが大事なんですよ。そういうことなんですよ。ほとんどね、いらない人はどんどん衰退していくんで、そういうことなんですよ。ゴミ、あのね、言葉は悪いけど、必ずゴミは現れるんで、本当に何事も。人間じゃなくて、物事に、ことに関しての、要は感情のゴミだったりとか、そういったものが出てくるから、そ埃が立つからな、必ずな。う。人じゃなくてね、人ではなく、単純に自分自身の気持ちのゴミが、生成されるんで、それを一回、そうしないといけないって意味だったら、すごい腑に落ちますよ。わかりやすいのはクリーンアップですよ。そうですよね。だから、洋服だってクリーニングするんだから、心だってクリーニングしないといけないから、でも心にはいろいろといる、まあ、因果関係があるわけだから、それを一回打ち切って、一度素の心の状態に戻そうねってことですよね。パソコンと一緒ですわ。まあ。思うなってぐちゃぐちゃになってるやつな。あれ一回きれいにせんとどうしようもないだから、わ。こういう解釈の言い方だから、まっちゃんの今の言い方の全て壊せっていうのはちょっと面白いなと思いましたけど、言い方悪いなと思いましたけど。ああ、でもそれぐらい心構えの方がええぞ、ほんと。まあ、もちろん、それは本質のところじゃないですか。でも、ほとんど、壊せっていうと、変に答える人はいると思うから、僕が他の人に伝えるときには言葉変えます。これで分かったよ。それ、ないじゃないで本当すか、にね、何そ事のパも。ソコンのクリーンアップはその通りだと思ったよ。だから、何でもそうですよ。ほんで、だから、その、母体、図体っていうかな。
組織というか、ずだがでかなりゃでかなるほど、そんなもう難しいなってくるかな、そう昔ね。から。だから結局そこが、要はどれだけ、抵抗勢力多いわけですからな、抵抗勢力がそういうところ。な、そういうことだよ。実際問題、じゃあ会社の中で1000人おるとしようか。なか社長がぶっ壊しにかかったときに、抵抗する勢力っていうのは、俺、800人とか900人ぐらい抵抗してくると思うと。役人なんてまさにその世界ですからね、兵庫県知事か、あれ、吊るし上げられてるけど。似たような話ですからな、あれ。だからまあ、そこで100人、10分の1しか残らんと。そこから再スタートの方が話早いんですよ、軽くて。軽くて動きは早いですよな、そっちの方が。そういう話になるんですよ。必ずね、赤というかな、埃がた、で、なんていうか、溜まってくるんですよ、やっぱどうしても。それを一回一掃せんとどうしようもないよね。自分も含めてっていう話ですわ。なんで、そのね、もうね、相手にね、頑張ります。今日いい話でしたそうね。か、今日はちょっと満足いかんな、俺。納得いかんな。どういうこと？ なんかもういまいちやなと思って。まあ、ダメなの？今日のこの話。なんかもういまいちやなと思ってねえけどな。もっと行きたいんでしょ？ どこに行きたいの？最終的な今日の話のゴールってのは何だったの？いや、別にゴールはないよ。ただ、これからの準備の備えとしてな。そこは大事なんですよ。そういうことが大事になるんです。要は強制的にリセットかかるからな。強制的にリセットされるんやったら、自分でリセットそれだったら今しちゃうんだ日のゴールな。は言って、なんでスッキリしないんですか？ちょっと過激さが足らんなと思って。いや、だってな、じゃな、世の中からリセットされんねやったら、自ら行った方がええやろ、みたいな話やろ、そっちの方が。もう先行きますから。まあ、自ら行って、俺も終わってるから。だから、自ら行けるとか100人いて何人いけるかだよな。それ今は見てるね。限りは、でも最近ちょっと増えてきて20%おるな、もう。いる。2まあ割ぐまあ、らい。それだったら、正直、過激だったら、普通に、いや、なんだろう、普通に独立する人の数ってことですよ。はっそういうきこりと言えです。ば。そういうこと。どういうことでしょう。そういうことです。だから、会社員の人がどれだけ独立できるかってのパーセンテージ、最近確かにフリーランスが増えてきましたよ。独立でも。も、ピンとけえへんと思うねんな。どうしても、立場上な。だから、何言っそれてんがの、一こ番いわつかみりたいな。やすい。だから、現状維持の会社員に甘んじるのが、生きて、一個ごくリスク取って背負って頑張るかの違いでしょ？ そういうそういこうとこでとす。です。会社員であれば、一回会社経営してうまくいっても、潰してもう一回新しい会社立ち上げるのか、それでも違う事業をやるのかの、そういうことでしょ？ それだったら過激ですよね。さっきのもええやろ。まあね。そうエね。キサイティングやしな、そっちの方が。まあ、そっちの方がワクワクドキドキするから新しい自分に生まれ変わるし、人生楽になるし、心が楽になるっていうのが本質なんだけどね。そう。そんであれやな、ちょっとあれやな、今年中にちょっと一回あれせなあかんな、なんか井戸端会議みんなでしょうか、あんたら。井戸ああ、そうですね。本当に、端会議。井戸端、なんか年末スペシャルとかでやりたいですね。なんかな。年末スペシャル。いや、それは寒いのは嫌や、俺。何それ。じゃあ10月の下旬とか11月になるじゃん。そうそう、11月ぐらいでまだ前半もあったかいからな。前半も11月の下旬、前日の前半もじゃないですか、じゃあ。そういうね。ことでね、じゃあ、ほんだら、なんかしようか、ほんだらな。まあ、なんか、祭りやりましょう、祭り、祭り、イエーイって。ほんならなんか船でピューっと出て行って魚釣りでもして、なんかああ、なんかのんバーびベりキューでこう、もして遊ぶついか、みんてなで。まあ、愛ちゃんが日にち決めといてくれないんちゃうか、ちょっとみんな。11月の下旬あたりにしましょう。あ、下現状はちょっと寒いな、旬、もあ、いや、上旬がいいう。上や。旬までやな。じゃ上旬ですね。真ん中ぐらいまでなんとかいくで。11月の最初の週ぐらいですかね。そうやな。はい、そそんのな感辺じでちょっとで。決めといて、ちょっとやるか、ほんだ、そろそやりまろ。しょうか。あ、いいっすね、いいっすね。ただ、俺、いっぱい嫌やから、多くても5名まで。限定。とりあえず、それ以行上きは嫌たいや人は、な。フォーム使わないで、まずコメントください。行きたい、興味ある人はコメント、コメント、コメ、まずコメント、コメント、コメントください、コメントください。行きたいで、この動画見て、こっそり見てる100人か200人か行きたい人、まあ、コメント、コメ一ン人ト。でもおれば、ちょっと開催しようか、あんたな。そうですね。ぼちぼあ、俺とち。マッチだったな、2人だけだったな、違うわ。申し訳ない。俺もあんたと二人と面白くない。まあ、ええわ。どっちでもええねん、もう毎回話してるからね。もう一個、コメント待ってまーす。はい、お願いしまちょっとやろうか、あーす。んたな。はい。はい、じゃあ、まあ、以上になります、今日もうこは。れぐらいでいいかな。大丈夫です。はい、じゃあ、ありがとうございます。また来週も、まっちゃんは寝坊しないでください。はい、さよなら。